い、どうも、コミです。さて、本日もこちら、アニマルパークさんからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思っておりまして、今日のテーマもですね、これ自分も本当にめちゃくちゃ、最近使おうと頑張ってる攻めなんですけども、ドラゴンですね。ドラゴン。これを使っていきたいと思います。まあ、ちょっと前の動画でお話ししましたけども、やっぱりですね、多分これからクイヒー使われなくなると思うんですよね。防衛施設がやっぱり、クイヒーに対して、まあ、クイヒー側不利な状況にこうアップグレードされていってるっていうところと、あと、ユタさんも、動画の中でおっしゃってましたけども、スーパーガーゴイルっていう、援軍が出てきたことによって、これを突破するのがクイヒーですげえ困難になってきたということがあります。まあ、そんなわけで、この1本前の動画では、ネグロマンサーをドボッと使ったアタックを紹介させてもらいましたけども、今度はドラゴンです。ドラゴンを使うと、やっぱりですね、相手の防衛軍無視できるんで、この怖いスニーコブじゃないわ、スパカゴも、無力化実質できるような形になるんですね。まあ、そこら辺っていうのをうまく使ったアタックが本日もたくさん、ご紹介できるかと思いますので、早速見ていきましょう。というわけでですね、まず1本目これいきます。こっちですね。エルザさんのアタックですね。これ、ドラグバットですね。実は私が一番今練習したいと思ってるですね、このドラグバットです。いろんなところでやっては失敗してですね、悔し涙を飲んでいて、まあ、本日も、自分の失敗もね、今日最後ちょっと見てもらおうと思ってるんですけども、レベルが高い方に混ざると本当に成功しないですね。ニコケなんて当たり前っていうレベルなので、もう自分もこういうね、攻めを見ながら、一緒に上手くなっていきたいというふうに思ってるんですけども、まあ、いつになることやら、頑張ります。で、これ、ライトニングクエイクを使ってロイヤルチャンピオンで相手の、投石機を削っていきます。で、これをやっておくのがすごく重要です。で、自分これですね、まだやってる人そんな多くないかなと思ったら、やっぱりこういう、集まりに来るといっぱいいらっしゃいましたね。ライトニングクエイクでロイヤルチャンピオンからのドラゴン、ラッシュっていう。で、ドラバルの形ですね。バルーンで当然黒風船、ホーミングをチェックするんですけども、チェック用のバルーンを出したら、まず次ドラゴン出して、さらに今度は、相手の防衛破壊用のバルーンを、出していきます。そしてここがポイント。このタウンホールが壁に隣接している側から突撃艦を入れていくと、トルネードトラップでもない限りは、まあ突撃艦の中に入っているスニゴムがやられません。なので中に入っているスニゴムで確実にタウンホールを落とすということで、中盤までドラゴンダッシュを進めて、おいて、そのドラゴンたちにトームをかけたいようなタイミングですね。この投石のターゲットがドラゴンに行くかなぐらいのところで、突撃艦をそこに合わせて一緒にトームをかけるという感じですね。この突撃艦トームは、まあ、ある程度、慣れてくれば別にそんなに難しくなくできますので、ぜひぜひ、練習していただければなというふうに思うんですが、難しいのはこの、コウモリですね。タイミングが全てです。今も投石機のターゲットがコウモリに向いた瞬間に全部やられちゃいますので、こうならないようにしっかりとコウモリで、相手の防衛を落としていけるように、ドラゴンで、投石のタギを取ってから、コウモリが中央部に突入して、まあ、投石のところにこうリーチするようなね、タイミングを測ってましたね。ということで、このコウモリとドラゴンの残り方、えげつないですね。やっぱこういうポテンシャルがあるから、使っていきたいなっていう気がします。ドラゴンはですね。で、今回紹介するドラゴンバットが基本多いんですけど、みんなこんなような形で、ライトニングクエイクでロイヤルチャンピオンのホーミングシールドを使って、相手の投石とかですね、狩猟施設を壊してからのドラゴンっていう形が多いです。で、これも同じですね。いや、同じではないか、同じですよね。うん。ライトニング1プラスの、クエイク1が入ってます。で、これで、相手のマルチインフェルノ のところ、ここをしっかり削っていくっていう形ですね。で、ライトニングに関しては、ヒロさん、今日2本見てもらおうと思ってたんですけども、2本ともですね、こんな形で、ライトニングを打つタイミングっていうのを、ロイヤルチャンピオンが入ってきてからにします。これね、まあ、1個理由があって、もしこれがシングルインフェルノだった場合には、ロイヤルチャンピオンがシングルインフェルノのターゲットを受け続けて、ずっと受けてるとだんだん攻撃力が上がってくるじゃないですかね。上がってくるその攻撃の上がりを一旦リセットする。まあ、クラロワなんかやってらっしゃる方はわかると思いますけども、ザップの呪文と同じ効果があるので、それを利用するっていう形ですね。
で、これしっかりと、バーバリアンキングとアーチャークイーンでこの一次二次面ここをカットしようという形で歩かせていきながら、ドラゴンたちが投石機の核に入っていきます。ここが火力が高いのでそこにレイジを打って突撃艦を入れて投石機のダメージを受けているところでトームをかけていくっていう感じですね。でトーム、投石のダメージが完全にこれトームの範囲外のドラゴンに向いちゃってるんですけども、まあ、それでもしっかりと、突撃艦にかかってるね、中から来ている、バルーンとドラゴンがレイジに乗っかってタウンホールを落としてくれましたね。でさあコウモリ点火です。こうなってくるともう怖いのはこのウィズ島しかない状態ですよね。どう見たってここにフリーズ2個持っていってますんで、これを使ってきっちりとウィズ島を、まあこれタイミング難かっただろうな、うわ難しいタイミング止めていきましたね。いや自分なら結構これ早く打っちゃってた気がするな。フリーズうまいなヒロさん。あのヒロさん実況 TV っていう名前がついてますけども、あのヒロチャンネルっていうチャンネル名で、ご自身の YouTube チャンネル持ってらっしゃいます。今ねあの絶賛、売り込み中で、Twitter なんかでも結構発信されてますんでご覧になった方も多いかもしれません。あのこういった参考になる攻め方のその裏側のどういうプランニングしてるかみたいなところ多分 おそらくご自身のチャンネルでいっぱいこうお話しされてると思いますんでね、ご興味ある方はぜひそちらの方も見てもらえたらなというふうに思います。で残りは、コウモリで回収ですね。こんだけコウモリがいるとゴン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 回収が進んでいって見てて気持ちいいですよね。残り16秒でここの、大富豪山で持っていっちゃうっていう形ですね。何せこの足が速いからコウモリは。グランドオーデンはなんか今あの黒いものを吸ってお休みになられましたねまあまあまあここまでドラゴンが残っていればあの大丈夫でしょうね。はい、ナイス戦果でした。さてヒロさんのアタックもう一本見ていきましょうかね。ちょっとねこの2本目の方は、まあ、このアタックをする上で結構気をつけなきゃいけないポイントを、示唆してくれてる気がするんで、まあまあ、失敗例ってわけじゃないんですけどもちょっと見ていってもらえたらなというふうに思ってまして、陸のクロスボウが3本ですね。でこれは非常に美味しいですね。でシングルインフルノが3本なので、まあ、これもやっぱりその、コウモリを使うには結構、いい形かなというふうに思います。アンコールが遠くにあるんですけども、まあ、これは、結構リスキーな気はします。やっぱり序盤でこういうタウンホールの距離感だと、あの突撃艦が裏側からドラゴンと一緒に出した場合ここからこう出していくんですけど、ガーンとリーチさせていくんですが、やっぱ途中でこうトームが切れちゃうんですよね。なんで、まあ、最低でもどうだろう、ここら辺にあってくれた方が嬉しいのかな。この微妙なこの距離っていうのは突撃艦イエティだったり突撃艦、まあ、ドラバルだったりニゴボをするにはちょっと怖いなっていう気はします。ただまあこちら側、ロイヤルチャンピオンでしっかりカットしてたんで、ドラゴンたちがそれないような形で進んでいってますね。まあ、若干ちょっとこの金山に寄っていってしまいましたけども、主力のドラゴンはしっかりとこの投石方面に向かってきますね。で投石機2個をこう相手にするこの高火力の部分にしっかりとトームを合わせていくんですが、これなんですね。トルネードトラップをやっぱ食らっちゃうんですね、こういうところで。で、ここにホーミング爆弾なんかも一緒に巻き込んじゃうと、こう途中で落っこっていってしまうっていうのがすごくやっぱりリスキーで、そこが怖いところですよね。エアスイーパーも効いてるんで、ドラゴンたちがこれ、レイジがかかってないと結構ここ突破するのに時間もかかります。ラバハウンドに捕まってしまったので、でちょっとパピーが出てきていってますけども、さあここでしっかりとフリーズをかけて、ウィストだけは、潰していこうっていう感じですね。ウィズ島とタウンホール両方とも潰すことによってドラゴンたちがしっかりタウンホールにこうリーチできるようなですねルートを作りましたね。これがやっぱり功を奏したのかっていう感じですね。相手のアーチャークイーンもいるんですけども、ここの火力をよく乗り切ったなっていう感じ。ドラゴンたちとアーチャークイーンがやっぱいるんで、やっぱ倒しきるまではちょっといかないんですが、味方のアーチャークイーンがなんと横から回り込んでくるんですね。これでここでクロークを発動してタウンホールを撃破という感じです。まあ対空砲が残っちゃいましたけども、アーチャークイーンはね対空砲関係ないのでそのまま破壊して全開という形ですね。いやー綺麗。いやーでもこれは多分なかなか痺れたでしょうね。ヒロさんもあそこの最後タウンホール周りの呪文使いは見事でしたね。あそこのホールのところはおそらくイエティじゃないわ、ドラゴンバルーンのレイジでしっかり落とす前提だったんでしょうけども、多分初見で攻めたのかな、多分これ。なので多分トルネードの位置がちょっと分かんなくて、多分分かっていたら、おそらく突撃艦こっちからこう当てたでしょうね。当てることによって、角度を変えれば、突撃艦がしっかりとホールに刺さっていきますんで。いやー、ナイスアタックでしたね。
まあ、こういうところやっぱ気をつけないと、本当初見で星1は絶対できないようなリーグ戦とかで、おそらくこのドラゴン戦術を使う機会も増えてくると思うので、まあ、そういう時にはこうタウンホール周りのマナっていうのは、よく注意してもらった方がいいのかなというふうに思います。ちなみにさっきスニゴボを使わなかったのはタウンホール周りに壁がなかったんで、あそこでスニゴボを打ってしまうとそこにトルネードトラップがあったり、あとは、小爆弾とかあとバネトラップがあった場合、2ゴブじゃタウンホールがギリギリ破壊できなくなっちゃうんで、こういうリスクを減らすためにドラバルにしたんじゃないかなと思います。そうすると多少罠があっても何とかね、レイジをかければ乗り切ってくれるということがあります。さて、4本目いきましょうか。結構序盤の2本で私話しまくりましたね。もう3本取ったか。はい、3本ですね。さて、残りの3本、いってみましょう。4本目ですね。これですね、今度は1さんを攻めたテラさんのタック見ていきたいと思います。これはもう完全にですね、これタウンホールの周りが壁で囲まれてますので、この大工小屋の方から突撃感を当てるとなると結構罠が怖いんですけども、反対側から当てるんであればタウンホールに届いた瞬間にもうあとは、罠は気にする必要がないですね。スニゴブが必ず仕事をしてくれるという感じになります。で、タウンホールに近い側のこの、3予地面から出していって、相手のアーチャークイーン、インフェルノタワー、さらに逃亡石器 と、当たるところでトウモを打ってますね。このトウモのタイミングがすごくうまくて、このトウモと一緒に、突撃艦を打てるからこそ、ここ、突撃艦トウモが、ドラゴンたちにとっても無駄にならずに使えるというところですね。で、フリーズで逃亡石器をしっかり止めて、で、あとはコウモリの呪文スタートですね。これは8時方面からスタートして、このウィズ島がちょっといやらしいんですけども、このウィズ島にコウモリが向かう前にロイヤルチャンピオンでそこを追ってこうっていう感じですかね。フリーズの呪文も一応持っていってるので、これでもう完全に、ウィズ島を止めていって、あとは上側に関してはドラゴンがワンチャン頑張ってくれというところ。うまいフリーズ、うまいですね。今投石が打って始める瞬間を狙ってのフリーズを打ったんで、これでコウモリプラスアーチャークイーンで相手の投石器を撃破してシングルインフェルノのターゲットも取ってるんで、アーチャークイーンが生き残ると。いやー、うまい、すごいですね。この極限状態でのフリーズとコウモリのそのコラボレーションを見てて気持ちいいですよね。中央に入ったドラゴンたちは相手のババキに捕まってますけども、外周に流れたドラゴンとライドラが、チェーンとね、炎をガンガン飛ばして相手の防衛を削りまくってくれているので、このまま全開という形ですね。ドラゴンがなんだ、これは合計で 1,2,3,4,5,6 体プラスライドラ1体なんで、コスト的には150ぐらい残してるんですかね、ざっくり言って。グランドボールでも当然生き残ってるんで、かなりの余力を残しての全開でしたね。一瞬途中厳しそうに見えたんですが、そこを乗り越えた後、やっぱこう見てみると、いかにこのプランが刺さっていて、さらにテラーさんの技術が高かったかがわかりますね。いやー、気持ちがいいアタックばっかで、こういうのしてみたいですね、本当に。ちょっと、この後ですね、見てもらうのが自分の中ではもう最高だったんじゃないかなっていうアタックですね。これ。これです。これすごいレベル高かったですね。ライトニングクエイクからのドラゴンなんですけども、何をするかっていうと、ここライトニングクエイクで折っていくんですね、ここ。このイーグル投石のところを折っていきます。で、この投石じゃあどうすんの？ロイヤルチャンピオンどうすんの？っていうと、ここはアーチャークイーンで折っていくんですけども、このアーチャークイーンの使い方とかね、ヒーローの使い方がめちゃくちゃうまいんですよ。ぜひ見てほしいんですが、こんな形でライトニングを小打ちにしながら、しっかりとここ相手の投石機とイーグル砲、さらにクロスボーンのところを持ってきます。もうシングルインフェルノにもちょっとね、ライトニングのダメージが今入ってたかな、ウェイクのダメージかな、入ってたのは確かライトニングのダメージ入ってませんね。クエイクが入った状態でロイヤルチャンピオンがホーミング使ってもシングル折れないんで、おまけのライトニング1本落としましたよね。こうすることによってライトニングの呪文で相手のシングルインフェルノのダメージのその増加を一旦リセットして、ホーミングを当てたロイヤルチャンピオンが生き残るように仕組んでいるという、ここがうまい。でこうすることによってさらに、このルート作り完璧ですよね、これ。でさらにポイントはこの防衛援軍、これね釣らないんですよね。いやこれ、まあ、ギリギリ多分投石のところでアイスゴーレムがやられるのはわかると思うんですけど、その後ですよね、アーチャークイーンがこれ普通に援軍釣っちゃうんじゃないかと思うんですけども、僕なら怖くてここババキン入れちゃうんですよ、念のため。アイチャークイーンが投石と今のロイちゃん倒しきれなかったら嫌なんで、でもそこ入れないことによってギリギリ援軍釣らない形でツーサイドを展開して、じゃあババキンどこに使うのって言ったら、ここ
アベノフト側めっちゃ施設ありますよね。ここをキングでカットしてくるんですよね。ドラゴンたちはこういうくの字で出すとみんな、そのまま直進してここに集まるっていう習性があるんですよ。この出し方ちょっとぜひですね参考にしてもらえたらなと思うんですけども、だいたいこれスーパーガーゴーリスかと思うとドラゴンとも同じです。くの字に出すとその中心点に集まっていくっていう習性があります。一旦ですね、でも集まっちゃうとこっちがボロとかになっちゃうんで、そこにババキンをこう当てていくんですね。まあババキンはこういう風に進んでいくんですけど、で外周しっかりババキンでカットして中央部に入ったドラゴンたちが、あとはもう対空砲がちょっとありますけども、そんなのは関係ねえと言わんばかりに押し切っていきます。いやーこれうまかったっすね。もう典型的なスーサイドドラゴンのドラゴンラッシュのもう教科書みたいな攻め方で、こういう時にはやっぱりボマーを入れるっていうのもいいですよね。突撃艦を入れてタウンホールを壊すっていうのもあるんですけども、タウンホールのところに、ドラゴンが集まってきた時にここが一番高火力になるじゃないですか。もう投石機が2本とも折れちゃってるんで、折れてるんで、で次の高火力はって言ったらタウンホールですよね。なんでタウンホールに別に、トウモを使えちゃうというか、まあ、その手前に、投石機がこういうとこにね、こういうとこに投石機がこういうとこにあったりしちゃうとドラゴンがこの辺でダメージ受けちゃうから、トウムと一緒に突撃艦をこう合わせてドラゴンも、投石機から守りつつ突撃艦トウムでしっかり突撃艦をタウンホールに届けるってこともやると思うんですけども、まあ、今回のケースはもう完全にそれ必要ないということで、しかも破壊率がそこそこ伸びてますからね、早めにこのタウンホールが起動するリスクも考えて、トウムをドラゴンとボマーに当てていったっていうことだと思います多分多分ですけどね。いやこういう判断は本当に自分でもね、その見てると分かるんですけど、いざプランニングすると気づけないんですよね。マジで気づけなくて、もう本当いつもね、ああじゃあまたやっちまったみたいなことばっかで、もう一回攻めてえなみたいなことがね、分かりますかねこの感じ、皆さんありません？そのうわもう一回攻めたいみたいな、まあ、あればっかしですよ本当。今回のもそれですね。これマジでもう一回攻めたかったっす。結構ね、プランニング自分としては悪くないと思ったんですけども、ちょっとぜひ見てください。まずはこれ、秘書圏で攻めてるんで、もうテストの位置分かってます。で、スーパーガーゴイルプラスコウモリですね。ちょっとね、ハエを狙ってスーパーガーゴイルを使っているんですけども、これがいい選択なのかどうかはちょっとわかりません。で、スーサイドパートでここを削ります。ヒーローとアチャクイですね。で、ここに関しては、ライトニングプラスのクエイクを使ってロイちゃんのホーミングシードで削っていきます。こんな感じですね。で、夫婦でこっち削って、で、スーパーガーゴイルでこの辺を削っていきます。ガーンと。ですね。で、残ったここに、コウモリを出していくと。いう感じですね。こんな感じでガン立てて、で何が起こったかっていうとですね、ここ、しっかりバーバリアンキングとアーチャークイーンはゴーレムに先導されてタウンホールの方に入っていきますね。で完全にこれ、ライトニングが一発ですね、5タップしちゃって2個せっかく持ってたのにクロスボウに当たらない事件が発生しましたね。ここはなんとも残っちゃったんですけども、まあでもこれでバーバリアンキング と、アーチャークイーンロイヤルチャンピオンが一点に集結するかなっていうところを見越したんで、ちょっとワンチャンねこの投石機とアーチャークイーンを、倒したかったんですが、ちょっとアーチャークイーンのダメージが受けすぎてて、投石が怖いから早めにトウモを使ったので、クロークを使ったんですけども、ちょっとやっぱり耐えきれなかったですね。本当このアーチャークイーンと投石機は、このトウム中にワンチャン潰すつもりでいました。いけると思ったんですけどね。で、スーパーガーゴール、さっき言った通り、これ、くの字型にこだしてますね。くの字型に出すことによって、この中心点、ここら辺に集まることを見越してます。で、ボマーを入れていってます。これで、ボマーで一旦ですね、相手の対空砲とかのターゲットをうまいこと取ってくんないかなと。で、そうこうしてるうちに、ダメージを受けたガー、スーパーガーゴールたちがヒールの中に入っていくかと思ったら全然入っていかないと。全くあさっての方向に行って、これはやべえと思ったんでフリーズを使いました。このフリーズは何かあった時の予備ですね。で、ここ、ですね、コウモリを使ってアイスゴーレムで、この壁側のこういうですね、ウィズのターゲットを取ってます。結構盤石だと思ったんですけどね。ポイントになってくるのは、はい、ここですね。ウィザードが出ていってるんですけども、そこになんと相手の援軍出てきた3体のゴブリン、このゴブリントリオがですね、とんでもない仕事をしてくれるんですね。こちら側、十字方面にいるウィザードまで倒してくれます。まあ、いい仕事をしてくれたおかげで、もう攻めとしてはかなり綺麗に決まってですね、相手の防衛施設は全部壊しきったんですけども、なんと回収が足りなくなってしまって、このゴブリントリオマジで、お前らマジかよみたいな感じでしたよ、本当に。
なんでゴブリン3体にここまでやられるんだと思ってね、もうこれで僕完全にもう今日でゴブリン嫌いになりましたね。いつら本当に。で、ここからあとはコウモリが一生懸命回収してくれるんですけども、若干時間が足んなくって、前回逃しということでした。で、まあ、今回の教訓で思ったのは、相手の防衛援軍とかスケルトンなんかが出てきちゃった場合に、対空だったら反応しないようなユニットっていうのが、やっぱ対地のユニット、ウィザードとか使うと反応しちゃうんですよね。で、スーパーゴブリ、ガーゴイルを使うことによって、通常のガーゴイル持ってけなくなるじゃないですか。そうすると、ウィザードとかを持ってかざるを得なくなるんですが、そうなった場合に、例えば中から出てきたその今の、ゴブリンとか、結構ゴブリンの援軍って多いじゃないですか、今。多いので、こいつらにやられちゃうんですね。で、まあ結論何が言いたいかというと、スーパーガーゴイルじゃなくって、普通にドラゴンを使った方が、ノーマルガーゴイル、これを回収用に使えるので、こういうバット戦術なんかを使う場合にはむしろいいんじゃないかなということをですね、改めて感じたところです。なんで皆さんスーパーガーゴイルじゃなくてドラゴンにしちゃったのかもしれないですね。通常のガーゴイルを使いたいから。いや、勉強になりました。本当に悔しかった。悔しかったんですけども。というところでですね、本日のアタックの動画、終わりにしたいと思います。もしこれですね、参考になりましたよということでありましたら、グッドボタン、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またですね、タウンホール12、11も含めて、この3つのタウンホール隊の動画どんどん上げていきますので、これからもぜひご視聴いただけたら本当に嬉しいです。というところで、本日の動画を終わりにしたいと思います。改めてですね、エリカ姫様誕生日おめでとうございます。そして、アニマルパークさん、新リーダーご襲名おめでとうございます。新リーダーのお名前に関しては、アニマルパークコウさん、ぜひですね、皆さん、クランで検索して、で、どなたがリーダーか見てください。ということで、今回は伏せておくということにしまして、動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。